2カ所目の神社、こういう道を取ってきたんですよ、車で。奥行ったら U ターンできるかなと思ったらね、これできねえ。U ターンできねえ、バックするしかねえ、めんどくせえ。え、ここの神社、お、木造の鳥居だね。いいね。あんで、あちらが、浄水場？あの、川の水をなんちゃらするやつで。で、奥にあるのが、筑波山。で、ここが、わからないですけど、まだわかんないです。気になって、来てみたんだけど、ちょっとね、名前はわかんないですね。まだね。木の鳥居の次は、ちゃんとした石の鳥居があります。前方に謎の女性の姿が見えます。映っちゃったかな。ああ、なんだっけ、これ。この木。ああ、忘れちゃったけど、これ両サイドにこうしたら、ここは管理されてないんじゃないか、しばらく。こんな感じですね。お、書いてあるね。あ、12所。さっき3だったよね。これ何個あんの？ 12 もあるってことは何個あんの？え、何個あんのこれ。え、ちょっと知れ、ちょっと気になるんじゃね。あ、やべ、マスクしねえ。こうやったか。映っちゃうな。強盗みたいな。中はこんな感じです。風神。嵐ってなんて読むの？え、中こんな感じです。ご神体見えますかね？見えないですよね。はい。じゃあ、ちょっとお参りして。ちゃんと入ってない。はい、裏はないね。あ、苦しい。以上です。え、あれも何も入ってないの？多分飛んじゃったんじゃない？なんか嵐かなんか。うん、何も入ってないね。はい。不要塔。前にやった不要塔と同じでしょ。ああ、そうね。あ、一応。古墳かなんかもやったんじゃない？近くに。一応、なんだっけ、火災やら何やら守る神様もいる。何、名前忘れてた。十字架持ってんだけど。まさか。キリスト。言うな。言うな。あ、看板取ってなかったな。看板取るわ。よいしょ。はい、以上、なんて読むの？十二と書いて、ところって書いてある神社でした。終わり。